カルディオドンは、竜脚類の属であり、イングランド、ウィルトシャーのフォレストマーブル類層のジュラキ、中期バーレムキの地層から発見された歯に基づいている。歴史的には、とても曖昧な属であり、しばしばケティオサウルスであるとされることもあったが、最近の研究では独自の属であり、トゥリアサウルスに近縁である、可能性があるとされている。リチャード・オーウェンは、 ブラッドフォード運営本近郊で発見した一つの歯に対して命名したが、その時点では種賞名を命名せず、数年後に種賞名を命名した。数十年内に、オーウェンは考えを変え、この俗名が自身が命名し、よく知られた、竜脚類の俗であるケティオサウルスのシノニムの可能性があると考えるようになった。 1890年、リチャード・ライデッカーはこの考えを間接的な方法で公式化した。オックスフォードシャーで発見された歯に基づくカルディオドンとシーティアソリス・オクスニンシスの骨格を関連づけて、これをシー・オクスニンシスのものとした。さらにグロスタシャー、サイレンセスター近郊のグレート・オーライトで発見された第二の歯の化石をこれに加えた。 さらに一般的にカルディオドンは、ケティオサウルス属とみなされるようになるが、種としては分離されることもあった。2003年、ポール・アップ・チャーチ及びジョン・マーティンは、ケティオサウルスを見直し、シー・オクス・ニンシスの歯と骨格を同じ種とする証拠は、ほとんどなく、シー・オクス・ニンシスの歯とカルディオドンの歯は異なっている、ことを発見した。つまり、カルディオドンが独自の属であることを指示した。 アプチャーチエトールでは、この評価を改めて主張し、さらに固有派生形質は見つからなかったものの、これらは新竜脚類であるとした。さらに近年、ロヨ・トレスエトールでのトゥリアサウルスの記載において、カルディオドンがこの大型竜脚類と近煙である可能性が指摘された。カルディオドンは竜脚類であり、大型で四足歩行の草食動物であったが、 化石資料が乏しくこれ以上詳しいことは分かっていない。ありがとうございます。